失礼いたします。ごめんね。こんにちは、ドクター。どうしてそれを？
ブックですわね。さあ、早く行きましょう。どうしてそんなこと聞くの？安心して、ドクターに隠し事なんてないから。だからね、これが全部お花だなんて信じられない。こんなにいっぱいの花を見たの、私初めてだよ。あのね、前に一度来たことがあるの。でもその日は冬だったから。ここのお花が全部咲いたらどれほど素敵だろうってずっと思ってたんだ。うん、とっても満足。思ってたよりずっと素敵。ドクター、本当にありがとね。
ドクター、なんか変ね。何か企んでない？じゃあどうしてそんなに慌ててるのかしら。なんで？気持ちが全然理解できないもん。ちょっと待ちなさい、ドクター。何か言いたいことがあるならちゃんと聞きたいわ。ダメよ、私が良くないもの。これで終わりなんて許さないんだから。話してくれるまで私ここから動かないもん。
ごめんなさい。マリアお嬢様発見。これより確保します。話して。何をするの？なんて手荒な。こんなことをしていいと思っているの？それは。私のセリフだよ、マリア。おじい様。あれほど勝手に行動してはならぬと言ったのに、悪い子だな、マリアは。お前たち、今後一切マリアを外に出してはならん。これは私が許可するまでずっとだ。いいな。了解しました。そんなどうして、どうしてなの、おじい様。ドクターも一緒だったのよ。決して一人で外出したわけでは。そのドクターとお前は花園で何をやっていたのかな？マリア、私は悲しいよ。よりにもよってこんな男を選ぶとは。パドリーノの名を軽んじているのではないのか？監視していたのね。
ひどい。嫌い。おじい様なんて大嫌い。ドクター、君には失望した。本当に残念だよ。君との契約は今日までだ。明日には出て行ってもらうぞ。今のうちに帰り支度でもするのだ。